実験コーナー、イエイ。ゲーム発展国ダブルプラスというゲームなんですが、これは前回までやってた会社ですね。普通に遊ぶのも楽しいのですが、今回は実験的なプレイをやっていきましょう。おう、というか資金がマイナス110億。とりあえず、資金がマイナスになってもゲームオーバーとかにはならないようですね。なるほど。でも、もう開発とかできないし、受注開発だけで高額年俸を賄うのが無理なので、実質ゲームオーバーですね。年俸上げすぎましたね。というわけで、今回は新しくプレイしていきますよ。はい。はい、今回やることですが、PC 専門。名前の通り、パソコンゲームだけでやっていきます。なるほど、でもパソコンって。この世界では、シェアはずっと最下位ですね。ですよね、厳しそうですが。だからこそあえて、ね。そうですね、面白そうです。とりあえず社員を4人に増やして、早速開発していきます。開発ハードはパソコンのみ。50万台。序盤はいいけどどうなるでしょうね。ジャベルとかは適当で。最初からレベルが上がってますね。20年目までのデータを引き継げるようなので。なるほど。方向性ポイントがたくさんもらえるので、1周目とは難易度が違いますが。まあ、これがどのくらいクオリティに影響するか、分かってないですけどね。そうね。まあ、適当で。企画は井上幸三ですね。でも終わり。しかも悪い組み合わせ、最悪のスタートですね。はい、というわけで1作目完成です。クオリティ低いな。最初はこのくらいでしたっけ。社員の能力とかは引き継ぎなしのようですね。ふむふむ。というわけで、適当にタイトルをつけて出荷です。ゴミ箱2ダンク。はいはい、最低限で出荷です。ちゃんと売れるのかな。大丈夫大丈夫。それなりに売れて15,000本。おう、一応黒字でしたね。ま、序盤は受注開発とかしつつ、能力アップしていくのはいいかな。そうみたいですね。というわけで、レベルアップしたりして、能力を上げていきます。年俸上がっちゃいますが。そうですね。なので抑えめで、教育多めでやっていきたいところですが、こういう、体力の少ない社員を育てるのは大変なので、いい社員を雇えるまでは、レベルアップ重視で。なるほど。それなりに本数が増えて、利益も出てます。おう、いいですね。まだ序盤ですが、順調に資金も増えて、オフィス移転です。お、パソコンゲームだけでもいけますね。まだハードな視野に、大きな開きがないですしね。ふむふむ。というわけで、少しいい人材を雇いましょう。おう、と言っても、年俸高すぎても良くないので、専門学校あたりで募集で。ふむふむ。それなりに能力高い人が来ました。おう、サウンド高いですね。他も結構能力高い人がちらほらと。ふむふむ。まあ、体力は高くないので、最後まで使えるか微妙だし、とりあえず、年俸低くて、能力の高い社員を雇おうとします。なるほど。社員の年俸総額上がってきましたが、ですね。それなりにゲームも売れるようになってきたし、大丈夫でしょう。おう。クオリティも少しずつ上がってきて、タイトルが。まあ、その辺は適当につけてます。そうですか。という感じで、順調に売り上げを伸ばし、おう、25万本。パソコンの台数までは順調に伸びそうですね。利益も十分出てるようだし、今のところいい感じですね。徐々にハード争いが激しくなってきたものの、ふむふむ。パソコンは70万台で 6%。お、意外と台数増えてますね。そうですね、まだギリギリ戦える範囲です。そういう感じで、順調に売り上げが伸びてきまして、おう、40万本、かなり売れてますね。大規模オフィスに移転です。おう、順調ですね。まあでもちょっと早かったかな。募集したり、いい社員の契約金払うほどの資金はまだないですね。でも、パソコンゲームだけでこんなにできるものなんですね。開発費安くて利益が出やすかったり、ライセンス料がない分、楽なのかもですね。なるほど。パソコンは78万台でシェア 8%。おう、結構台数増えてるし、いい感じですね。序盤は、無理してライセンス取る必要ないかもですね。ですね、パソコンゲームで十分そう。まあ、2周目で、ジャベルとかのレベルが上がってるから、クオリティが上がりやすくなってるのかもしれませんが、どうなんでしょうね。少し資金を貯めまして、社員を増やします。あ、大規模にしたのに、まだ6人体制でしたね。優秀すぎても払えないので、そこそこの社員を募集です。前回来た人もいますね。そうですね。あ、ガッテム土山。よく来ますね。今回はエース候補ですね。やはり雇うんですね。年俸をあまり上げないようにしたいので、初期の年俸が少なくて能力高い人は貴重なのです。あ、
一応能力で選んでるんですね。名前や見た目も重要な能力ですし。なるほど。さて、優秀な人は多くて迷っちゃいますね。ですね。あ、能力高い。国民的アニメの生みの親ですね。年俸も安いですし。そうですね。ああ、でも、あ、足りない。契約金は 4.5 億。ちょっと足りませんね。あらら、年俸安くていい人材ですが、仕方ないですね。そうですね。というわけで、スティーブ・ジョビンを雇用です。他にも欲しいところですが、あ、資金が結構。もう少し貯めてから募集し直しです。ですね。あ、でも、この先、ちゃんと利益出せるんでしょうかね。まあ、年俸は上がっちゃいましたが、その分能力も上がってるし、大丈夫でしょう。うん、それなら。とりあえず、ゲーム一つで2億くらい稼げてるので、年俸総額もこのくらいまでなら上げてもいいかな。ふむふむ、年に2本ほど出してますし、そのくらいなら余裕ができそうですね。そうですね。というわけで、レベルアップしたりして能力を上げて、クオリティが上がってきました。お、少しずつ高くなってますね。レビューも徐々に上がってきて、ふむふむ。売上50万本突破です。順調に伸びてますね。パソコンの少ないシェアでも十分利益が出るので、資金を貯めまして、再び社員募集です。藤山不二雄は来ませんでしたが、それなりに優秀な人が来たので入れ替えていきます。体力の低い社員を解雇ですね。体力あると教育しやすいのでね。ふむふむ。そうして教育したりして、クオリティもかなり上がってきました。おう。家康の野望。特に何もしなくても天下を取れて幕府を開けるという、そんな戦略シミュレーションです。面白くなさそう。誰が買うんでしょうね。あはは。ね、姉様。あ、でも殿堂入りしましたね。いいですね。売り上げも期待できそうです。そうですね。というわけで、1週で32万本売れる大ヒットです。おう、これは、いいですね。パソコンゲームでも十分のようです。またハード以上に売れそうですね。そんな感じで、ミリオン達成です。行きましたね。ちなみにパソコンは、84万台でシェア 3%。台数は増えてますが、かなり厳しくなってますね。そうですね。でも、家康の野望は、130万本のヒットとなりました。おう、利益もかなり出てますね。制作費安いので、丸儲けですね。パソコン専門、いけるものですね。そうね。社員の年俸、もっと上げても良さそうなので。まあ、今後もこのくらい売れるなら。上げすぎない程度にレベルも上げていくとします。レベルアップの方が、能力上がりやすいんですか？教育だと、お金がかなりかかるのと、すぐに頭打ちになっちゃうので。あ、能力上がってないですね。海外旅行とかなら、それなりに上がるんですが、確か 2.5 億でしたね。そんな資金はまだないので、序盤は、レベルアップの方が効率がいいんですね。なるほど、まだ年俸も高くないですしね。そういう感じで、徐々に能力を上げまして、続編パワーでクオリティもアップ。おう。ハードの倍以上となる200万本のヒットが出ました。なるほど、嬉しいけど謎仕様ですね。最終的に290万本の売り上げです。売れましたね。パソコンも徐々に売れてますが、シェア 3% というか、ハードの3倍以上売れたんですね。シェア的には厳しいですが、ハード以上に売れますし、ライセンス料いらないので経営は順調ですね。なるほど。というわけで、再び募集で藤山不二雄来ました。おう、というか資金50億ありますね。ハード作ったりしないなら意外と溜まっちゃいますね。そういえば前回は、ハードのシェア取るためにとんでもない年俸になってましたね。そうですね。というわけで、初期能力の高い藤山不二雄と、フランソワーズ花の加入かな。契約金、年俸ともに高いですが。まあ、今なら払えるので OK。 そうですね。といった感じで、年俸を上げすぎない範囲で上げつつ、教育で頭打ちになった後は、パチンコでどうにかアップさせて。おう、上がった。あ、でも能力そんなに高くないですね。初期能力プラス100くらいで頭打ちになっちゃうようで、あとはレベルアップか、運次第ですね。なるほど。という感じで、能力アップさせてやっていきます。ふむふむ。あ、パソコンの情報、今はシェア 2% ですね。これでよく売れますね。なんか大丈夫でした。まあここからは作業になるのでカットしまして。あ、はい。19年目まで進めました。おう、ちゃんとやれてますね。というか資金280億。意外と稼げちゃいました。すごいですね。年俸総額は18億。高いけどそれなりに抑えられてますね。能力はまあそれなりですかね。ふむふむ。でも結構高いですね。そうですね。まあ。
殿堂入りするようになれば安定して売れるので、能力はそれなりで良さそうです。そうなんですか。売り上げは500万前後と多いですが。まあ、圧倒的な本数とかにはなりませんが、経営としては十分ですね。確かに、利益はかなり出てますね。売上チャートとかがないので、自分が納得できれば OK ですね。なるほど。パソコンのシェアは115万台で 2% です。多少伸びてるけどこれは、というか、ハードの5倍くらいソフト売れてるんですね。保存用とか保存用とか、いろいろ必要なのでしょう。なるほど。売上的には全然だと思いますが、グランプリ取ってる。なんか普通に取れちゃいます。まあ大ヒットではあるんですけどね。というわけで20年やってみました。おう、資金310億。本数を気にしないなら、パソコンで十分なようですね。そうですね。無理に高いハードのライセンスを取ったり、ハードのシェア1位を目指すとかしないなら、能力もそれなりで十分なので、パソコンだけのプレイは成功と言えそうです。ですね。まあ、このプレイが楽しいかどうかは知りませんが、ですね。まあとりあえず、最終的なデータはこんな感じで、最高で600万本なのに、よく稼げましたね。ハードに手を出さなければ余裕なようです。なるほど。ハード作る間の還元賞もないので、ファンの数も順調です。ふむふむ。そして、ハードのシェアは、1%。それなりに台数伸びてますが、圧倒的最下位です。よくこれでやれてますね。ハードの5倍もソフト売れちゃう仕様のおかげですね。そんな感じで、パソコンだけでの開発は、意外と余裕という結果になりました。意外でしたね。まあ面白いかはわかりませんが、良ければやってみてください。そういう感じで、実験終了です。意外な結果で楽しかったです。そうね。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、またね。